い、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はフォーエバー21で最近購入したものをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。じゃーん。はい、こんな感じなんですけど、ちょっと早速紹介していきます。まずじゃあこっちからいきます。まず一つ目はじゃーん、こちらになります。はい、こんな感じのファージャケットを購入しました。このファージャケットなんかもう見た時にすごい可愛いと思って、だいたい私一目惚れで買うことが多いんですけど、可愛いと思って試着してみたらすごいぴったりだったし、形もすごく綺麗だったので今回買いました。私ファージャケットはあんま持っていなくって、なんか持ってるは持ってるんですけど、もうちょっとなんて言うんだろう、なんかチャッチそうな感じのファージャケットしか持ってなくて、こういう毛がしっかりしてるようなファージャケット欲しかったので今回買ったんですけど、すごいね、普通に気持ちいいし色もいいし、これからたくさん使えるなと思います。あったかいしすごくいいです。ちなみにこれ M サイズを購入したんですけど、お値段が4990円プラス税でした。なかなかファージャケットで1万円しないのって売ってないので、やっぱりフォーエバーとかファストファッションでこういうお高めのやつは買うのがいいかなと思います。もちろんしっかりしたやつの方が物はいいし何年も使えるとは思うんですけど、まあ私は全然フォーエバーとかでいいかなって感じです。はい、これがまず一つ目です。で次こっちの袋いきます。二つ目がじゃん、こちらになります。これ普通にベージュのスウェットみたいな感じなんですけど、ちょっと首元がハイネックになっていてすごく大人っぽく着れます。で色もベージュっていう色で、で後ろが可愛いんですよ。これ後ろがこの全部チャックになっていて、ここをこうやって開けることができちゃいます。なんか首が締まったトップスとかって結構着にくかったりするんですけど、このチャックがあるのですごい着脱もしやすいかなと思います。でもこれ結構薄い素材なんで、まあ、中にヒートテック着たりとかいろいろ工夫しながら着ていこうかなと思いました。ちなみにこれ S サイズを購入したんですけど、これがセールをしていて、もともと1990円プラス税だったのが899円プラス税になってました。なんかセールのとこにこれ置いてあったんですけど、見た時にえ、可愛い、普通にと思って撮ってみたら899円ってなってて、でデザインも可愛いしサイズもちょうどよくって何でも使えそうなデザインだったので今回買ってみました。はい、3つ目、こちらになります。はい、バッグです。このバッグ、なんか色がちょっとなんか本当に薄いピンクベージュみたいな感じの色味で、すごい大人っぽく持てるなと思って今回買ってみました。なかなかこういう色のバッグって持ってなかったのでちょっと挑戦にはなるんですけど、なんか私普段大人っぽい感じの服装が多くって、あんまり甘い系とか着ないんですけど、スタッツがあることによってちょっとかっこよくなってるし、私でも使いやすそうだなと思って買ってみました。中も普通に結構パカって開くタイプで、チャックもついてるしポケットも内ポケット2つついてます。これも結構お気に入りです。なんかどうしても冬とかって結構黒系の洋服をたくさん着るので、ここにまたバッグも黒ってなるとちょっと暗すぎるかなと思うので、そういう時にこういう色味、ちょっとだけ色味かかったようなやつを持ってあげるとすごくいいバランスが取れるかなと思います。でこの値段が2490円プラス税でした。このラストの商品めっちゃ可愛くって、私今回買った中で一番お気に入りなんですけど、それがこちらになります。じゃーん、もうめっちゃ可愛くないですか。こういうデザインのファージャケットが結構フォーエバーにたくさん売ってて、なんて言うんだろう、すごいインパクトあるし一色じゃないから、これを着るだけですごいポイントになるので、すごく可愛いなと思って買いました。もうこれはもう買えてよかったって思います。本当に色味もすっごく可愛くって、なんかもうカメラで見るとちょっとこうブラウン系に見えると思うんですけど、実際見ると多分ピンクゴールドみたいな感じでちょっとピンクがかったような色味になってます。でデザインも可愛いし、形もすごい私好きな形で、あんまり襟が大きすぎるやつとか、もう逆にノーカラー襟がないやつとかあんまり好きじゃなくって、であと丈とかも長すぎても嫌だなと思ったんですけど、すごいバランスがよく着れるし、ここにちゃんとフックもあるので前もちゃんと締める感じになってます。いやもうこれは本当に買って間違いないと思います。
やっぱり目立つしね、絶対可愛いですよね。これはもちろんオールブラックでこれ1個だけボンってワンポイントしても可愛いと思うし、あとはなんかこの中にある色味、グリーン系のちょっと深い色、深緑みたいな色味をトップスに持ってきてあげるとか、ちょっとなんかピンク系のパープルとかくすんだピンクみたいな色味とか持ってきてあげてもすごく可愛いかなと思います。普段洋服買う時とか結構着回せるかなとか色々考えながら買うんですけど、もうこれは結構ね、自分の中でも何パターンか思い浮かんでます。一見派手なのでなんかもう一回着たら終わりじゃないとか思うかもしれないんですけど、でも結構着回しもいろんな想像ができて意外と着回せるアイテムかなと思ったので今回買ってみました。でさっきのこのバッグ、これともすっごく相性が良くって、早く一緒に持ちたいなと思ってるんですけど、本当に可愛いです。もう冬ですね、冬物なんですけどすごくタイプです。私はフォーエバーはもう本当ファーがめちゃくちゃ置いてあって、これ以外にもこういうデザインの他の色味とかも売ってたし、ワンカラーのやつも例えば黄色とか赤とかグリーンとか青とかオレンジとかもあったかな、もうたくさんあったのでぜひ皆さん見てみてください。フォーエバー20は本当に可愛いのばっかで、結構なんかやっぱり安いとすごい薄いんじゃないのとかあると思うんですけど、そんなに言うほどペラペラでもなくって、まあちょっとちゃんとしたのに比べればちょっと薄いかなとは思うんですけど、全然あったかいのですごくいいかなと思います。でこれが M サイズを購入したんですけど6,490円プラス税でした。他の商品に比べるとちょっと高くなってるんですけど、すごい珍しいデザインだし、この私はこのデザインに惹かれて購入しました。すごい悩んだんですけど、今買わないと後悔すると思ってちょっと奮発して買ってみました。またコーディネートとかたくさんあげていきます。はい、今回はこんな感じでフォーエバー21で最近購入した商品を4つご紹介しました。フォーエバーとか他のブランドもそうなんですけども、どん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 冬物に転換していっててすごく可愛いです。で私いつもフォーエバーとか H&M とかザラとかベルシカとかスタディバリウスとかGU とかもそうなんですけど、ファストファッションを見ることが多くって、でいろんなブランド見てたんですけど、今季この冬物はフォーエバーが一番可愛いかなと思いました。他のブランドの商品もすごく可愛いのたくさん置いてるんですけど、私はフォーエバーが一番好みでした。本当にファストファッションって商品の入れ替えが早くって、もうついこの間までこれがあったのにもうないとか、また新しいの入ってるとかたくさんあるので、気になった方はお早めに見た方がいいかなと思います。はい、少しでも参考になったなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。